初心者でも稼げますか？ね。まあネットのあるあるなんですけども、初心者でも稼げますか？人脈もスキルもないですけど、稼げますか？パソコンが苦手ですけど、稼げますか？まあいろいろあると思います。回答はですね、稼げますなんですよ。でも、という下の句がつきます。初心者のままでは稼げませんし、パソコンが苦手なままでも稼げませんし、人脈がないままでも稼げません。ね。つまりは、今まで自分が培ってきてない能力を培えば稼げるようになるんですよ。セールスが苦手ですけど稼げますか？稼げます。セールスが苦手なままでは稼げませんがね。ということで、やっぱこう、人生変えたいなら、自分を変えていくしかないですよね。そうすることによって自分が変わったわけですから、自分の周りも変わります。リストの話が吉田さんが出てましたけども、リストを悪くしてるのは自分なんですよ。最初はなんでリスト登録するかっていうと、あ、この人ちょっと期待できそうだな、情報発信これからも受け取りたいなと思ってリストインするわけですよね。そういうのが集まってきてくださってるのに、その期待に応えずに適当な発信ばっかりしてる、もしくは発信の質が悪いと、やっぱり受け取ってるその視聴者さんとかね、読者さんも腐ってきますよね。なんだこいつ、ろくな発信しないじゃん、またセールスかよ、なんだよこれ、ろくな情報がここから取れないよと、もしこうなったらコメントでバカにしてやれみたいな感じになりますよね。でも毎回毎回発信する情報が直接自分には有益なものではなくても、あ、これ周りの人に知らせたらもしかしたら助かる人いるかもっていう風な期待をね、はらませた情報発信だったら、あ、この情報は真っ先に見ないといけないな、メールが届いたら真っ先にオープンしようっていう風に感じてもらえるはずですよね。で、信頼関係が強くなっていって、何かセールスした時にすごく売れるみたいなことが起きるんじゃないかなと思うんですよ。そうなると発信者から見て、いや、いいリストになったなって思うわけですよね。じゃあセールスした時に売れない原因は何なんですかと、商品が悪いのか、それとも価格がマッチしてないのか、普段の情報発信が足りてないのか、もしくはリストを悪くしてしまった、そんな発信を今までに繰り返してしまったのかってことになるんじゃないかなと思うんですよね、やっぱ私はね、情報発信って問題解決だと思うんですよ。問題解決をはらんでいるから、その情報っていうのを受け取れると思うんですよね。受け取っていただけると思うんですよね。それもフリーでする情報発信っていうのは、多くの人に当てはまる問題解決を抽象化してするべきだと思います。そしてですね、有料の問題解決はより具体的、より個別的なものになると思うんですよね。だから情報発信をしていって、お問い合わせを具体的にしていただける人の中から商品を買っていただく方が見つけやすいのかなって思いますね。つまり、まあ情報発信、ネットビジネスあるあるなんですけども、今私がお話したような過程も経ずに売り上げがない、リストが集まらない、初心者のままってことですよ。初心者でも稼げますけども、初心者のままでは稼げませんね。文章が苦手でも稼げますけども、苦手なままでは稼げません。そこには一定のレベルで苦手な自分を得意にしたっていう瞬間が必要なんじゃないかなと思うんですけどね。そして上手になればなるほど、多くの人が販売できなかった商品や価格帯が売れていくってことだと思うんですけどもね、はい、じゃあネットビジネスあるあるでございます。初心者でも稼げますかに回答させてもらいました。いってらっしゃい。